世界ランキング1位の小野と12位のナビエフの対戦はゴールデンスコア方式の延長戦に入りました。ここからはポイントが入った時点で勝負が決することになります。指導が2ついきますと相手の有効ポイント、これでも試合は決まります。本戦でもらった指導のポイント、指導はそのまま持ち越されますので、小野はもう1つ指導をもらうと敗れてしまうことになります。延長戦が始まりました。とにかくここはポイントがついた瞬間に試合が決します。さあ金丸さん、はい、ここからはもう守ることなく攻めなければいけない。そうですね、組み際もうまく使えますから、組み際を使いながらですね、しっかり自分の形にしていきたいですね、はい。まあ、これも帯を持たれています小野です。ナビエフ選手はちょっと指導を狙ってますね。まだ待てがかかりませんので小野が今攻めていきました。はい、ここで一回返したいですよね、はいはい。もう一つ指導が来ますと相手の有効ポイント、したがって試合終了となってしまいます。ナビエフ選手はだいぶ疲れてきてますから、はい、背中を持った、ここいいですよ。大塚に今度は小里、あー最高ミス、あー敗れた、ナビエフの一本だ。敗れた小野、よもやの落とし穴がここにありました。延長戦ゴールデンスコア、ナビエフの前に敗れました小野隆。ここですね。あ、そうですね、まあ、膝の影響ありますかね、はい、やはりいつもだったらもう少し踏み込めるところがやっぱり出てませんね、はい、支えつっこみ足、あるいは真横掛けというか、いやー小野敗れてしまいました。ここで小野は敗退です。